赤木神社。赤木神社は、赤木を社名とする神社。群馬県の赤木山を祀る神社である。関東平野北西園に立つ赤木山を、新体山として祀る神社である。山頂にあるカルデラ湖の大沼、大沼や、下高級の地蔵竹、そして赤木山そのものに対する山岳信仰に、由来する。全国には、関東地方を中心にして、 約300社の赤城神社があると言われ、その中でも特に山腹の三代沢赤城神社、または山頂の大洞赤城神社が総本宮とされる。延長五年、927年成立の縁起式神明朝には、明神大社として上野国世田軍赤城神社と記載があり、以下の三者が論者とされている。三者の敬意や否定をめぐる議論については、 書き歴施設や各社項目を参照。信仰の成立や各社の創建はいずれも明らかではない。三名自体も万葉集には久しじ穂のネロと記されており、八世紀頃までは黒穂のネロと称されていた。赤木南緑を流れる春川の水源としての信仰、水源地、尾沼への信仰と最高峰の黒部山などへの雷神信仰。 および赤城山そのものへの山岳信仰が集まって成立したと見られている。また、当地の豪族、上月野氏が創始したとする説もあり、各社で社殿として、上月野氏との関係性が伝えられている。赤城の由来の一説として、上月野氏が歴史編纂にあたって、祖先と発生地を、木、木イコール木地方に求め、祖先の名を、とよき、 豊木入彦の命、信仰する山を赤木、赤木山としたと関連づける考えもある。その他、近海和歌集における、源の実友の歌にある、殻や城の表現から、漢イコール中国者、または、反イコール朝鮮者とみて海外に由来を求める説もある。六国史には、深海記事として、俗日本語記839年、 上和六年に十五位した、日本三大実録八百六十七年から八百七十四年、上元九年から十六年に少女し、百八十年、元行四年十四以上に除せられた記録が残る。さらに、上野国交代実録長、九条下本、縁起支給羅文書によれば、長元年間、十一世紀に小一くらいとして見える。また、歴史書には、赤毛山の神は、 赤木大明神として記されている。上記の赤木神社がどこにあったかは不詳であるが、神社の成立を見ると、当初の信仰は、村落の信仰場所たる、里宮で、後山頂部に、山宮、奥宮が成立したとされる。このため、律令体制内での赤木神社は、村落部にあったと考えられ、宮城村市ではこの里宮を、二宮赤城神社ではないかとしている。 また、三大神社、前橋茂雄屋長が、里宮とする説もある。現在は安山の神として信仰されるが、神体として、社殿の裏手に赤木山火砕流の巨岩がある手にや、南面する旧山道から見ると、赤木山を望む点は、原始的な赤木への信仰形態とされる。律令体制が崩壊して、武家政権が成立すると、朝廷、 国師の権力によって支援されていた、里宮は衰退し、村落し辺の信仰の中心は、三景路の集まる場所に設けられた、中社、中宮へと移った。一方、仏教の伝来は神仏を集合させ、修験者は全国の山深く修行の場を求めて入山した。彼らによって三宮への信仰が集まり、三宮への信仰が、盛んになった。赤城神社もこの傾向に返さず、 神道州には赤城大明神演技として赤城山山頂部の神社が紹介されている。また仏教の影響で沼や山岳自体を神と見る見解はスタで沼などに本事物を当てるようになった。赤城大明神は二大明神として赤城山加工庫の大沼と大沼が神格化され、大沼神に国像菩薩、大沼神に千寿観音が当てられた。後に 中央化高級の地蔵岳の信仰も加わり、地蔵岳は地蔵菩薩が当てられ、三諸明神と称するようになった。なお、大沼の千珠観音像は、大洞赤城神社に安置された。沼の神格化に関しては、宮城村市において、元行四年上に赤城沼神、三代実録漢文十三年漢本と、あるため、この頃に赤城神が、大沼の神、 のち沼を加え二神であったと推測されている。ただし、赤木石神と記す写本もある。三宮、里宮の位置に関しては、赤木山大沼の大洞赤木神社、前橋市藤見町赤木山が、三宮、二宮赤木神社、前橋一時の宮町が、里宮にあたるとされる。また注射は、三代沢赤木神社、前橋市三代沢町とされる。 ただし、三代沢赤城神社の旧地、元三代沢が三宮だとし、二宮から三代沢へ御輿を往復させる。御信仰の行事から三代沢、元三代沢と二宮が、三宮、里宮関係にあるとする、小崎久男の説、あるいは大洞が三宮で、二宮、三代沢の両者は共に里宮だとする説もある。また地蔵信仰が追加された14世紀頃に、宮沢赤城神社の宮が、 地蔵を祀るものとして、現在地に成立した。その後、岩山夜沢にあった西宮が、東宮の場所に移転し、三代沢赤城神社は、東西に空で構成されることになった。三代沢の西宮は二宮町の神社と、同系列と見られるが、起源は不明である。戦国時代に入ると、二宮赤城神社が後北条氏により破却され、水亡した。再高は、 江戸時代に入ってからで、三代沢赤城神社、西宮の影響下での復興だった。一方で大洞、三代沢の赤城神社は、長尾市、上杉市などの信仰を集めるなど流盛している。江戸時代には、大洞赤城神社は、馬屋橋城、前橋城の鬼門を沈めるものとして、前橋藩主の信仰が厚くなった。1601年、慶長2年、 堺重忠により社殿改築。この時、正一赤城大明神、赤城神社とされており、律令時代の深海を引き継いだ表現となっている。1642年、寛永19年には、藩主、堺忠清により、前年に火災で消失した社殿が造営された。歴代前橋藩主は、大洞赤城神社の霊大祭に参列もしている。一方、明治期に、 赤城神社本社とされた、三代沢の赤城神社は、江戸時代初めまで本社扱いではなかった。1649年、慶安2年の堺忠清による五十国寄信では、三代沢村明神の表現であるなど、戦国から江戸期の文書の多くで、三代沢を冠している。その後、三代沢の東宮が、他の赤城神社を圧倒していき、明治に赤城神社本社とみなされるようになった。 また、三代沢には、長元年間の赤城上正一以上が、伝わらなかったらしく、神儀官僚吉田家により1762年、法歴12年東宮が、正一くらい二乗され、ついで1765年、明和2年に忍宮も、正一くらい二乗されている。関成年間には、大洞赤城神社と三代沢赤城神社東西領宮が、本宮、宗者。 小一位などの名称使用をめぐって、訴訟沙汰となった。まず1798年、完成10年、三代沢に小一位を与えた吉田家に、大洞川が小一位と記載された見学を求めた。この要求に対し吉田家は三谷沢側に問い合わせ、三谷沢側はこれを不可と返答した。しかし翌年、吉田家と対立していた神義博白白川白王家が、 上野国草舎大道赤城神社の額面、本社、本宮と記載された添え状を大洞赤城神社へ奉納した。そしてこの額面が、千樹観音と共に会長されることになった。長元以来の小一位を自称する大洞側が、小一くらいとなった右与沢に対抗したものであった。本社を自称する三夜沢側は強く反発し、1800年、完成12年、大洞赤城神社別当 十円寺及び白川博王家を相手に会長差し止めを含んだ訴訟を起こした。吉田家が背後に控える三夜、沢関城神社と大洞赤城神社、十円寺及び白川家という対立であった。両首の川越藩主松平氏が仲裁に入り、当該学面の封印の上で会長自体は予定通り行われた。しかし論争は終わらず、1802年、 今日は二年には三夜沢川が幕府の自社奉行へ訴え国元で解決すべしと下げ渡されている。結局、期待は内陣へ納め文言使用を抗議で決めるという和議が両社官になったのは1816年文化十三年であった。明治時代に入ると赤城神社も体制の変動があった。三代沢赤城神社では廃物希釈により 神宮寺取り壊しが行われ仏教職は完全に排除された。また、東西二宮を統合し、東宮側が中心となって新たに一宮体制を取っている。一方、大洞赤城神社は別島、別当、樹園寺が祭祀を司っていたため、廃仏希釈の結果、樹園寺を分離して新たに神官を地元から認じることになった。近代社格制度では、三代沢が賢者、大洞、 二宮は、豪舎となった。そして1936年、昭和11年、国兵舎への昇格運動が、三代沢赤城神社で起こった。この運動は、赤木神社の調査研究などを含んでおり、豊木入彦の命が、主催神では、赤木神社の歴史と異なるとの指摘を受けるなどしている。この結果、1944年、昭和19年内務省人議員は、 三代沢の赤城神社に対して赤城大臣として赤城山の神を合わせ祭り他の赤城神社と歴史の共有性を持たせ三代沢、大原、元宮、二宮、九里宮の神社を合わせて国家兵中車とするとした。しかし終戦により実現はしなかった。戦後の1970年昭和45年大原の赤城神社は明治期に 人されながら財政難で実現しなかった社殿の改築移転を実行した。山頂の厳しい自然環境により、寛永19年、1642年、増営以来の社殿が老朽化したためである。大沼にある小鳥が島に再建され、現在に至っている。赤木神に対する深海法事の記録、否定者未章の時期、以降の各社に対する法事は、 各社項目を参照。南北朝時代成立の新東州には各地の神社の縁起が載せられており、当社に関する説話として以下の三話が収められている。群馬県内には赤城神社という名前の神社が118社、日本全国では334社あったとされる。関東一円に広がり、山岳信仰により、 自然的に祀られたものと、江戸時代に分祀されたものがある。その中でも著名なものが、東京都新宿区赤木元町の赤木神社である。また、赤木南緑の赤木神社の祭神は、かつては赤木山の中心を境として、東西で異なる分布を見捨てていた。明治初年の群馬県の神社名祭町を見ると、東から南にかけて、大名口の神が、南西側には、 豊吉入彦の命が祀られている。これは、東西に宮であった三代沢赤城神社に起因するとされ、東宮は大名討の神を、西宮は豊吉入彦の命を祀っていたという、東西で自社の影響下にある文社を把握していたと見られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。